はい、ではこれから作っていきます。まずこのスイートピーを持ちます。で、こうお花はこういう風に横に横に横にというかこう広げてね、くっつけないで広げてこういうお花は、花束にしていくんですけれども、その時にまあ重要なのはこの花の向きですね。向きというか曲がりとか、曲がりますかね、曲がってるじゃないですか。この曲がりをうまくこう利用していくっていうのも花束をうまく作るためのポイントなんです。この曲がりをねこう利用しないで、まあ、こう例えば僕はどうしてもこの花こっち入れるんだって入れようとしても、それはねもう自然界に逆らっていて本当にこう大変なんですよ。だから大変な上に花束は綺麗にならないんです。だから右向いてる花は右に、左向いてる花は左に入れていくのがこう花束をうまく作るコツなんですね。はい、でそしてここのこの間にそろそろこうレースフラワーとかを入れていきます。だいたいこういう感じです。わかりますか？位置的にはスイートピーのトップの花よりは低く入れていきます。で、このスイートピーの花束ってまあもうこうスイートピーをメインにして、例えばですよ、これにバラとかを入れてしまうともう台無しになっちゃうんですよ。やっぱりこうふわふわ感を、最初から僕言ってるようにふわふわ感を大事にしなきゃいけないんですね。なのでふわふわ感を大事にしなければいけないので、そう、硬い花がこの中に入ってくるとそのふわふわ感が壊れちゃうんです。だからこうふわふわなものはふわふわなもので構成していくっていうのがやっぱり成功のポイントです。まあ、要するにこう花材選びっていうのが重要ということです。もうほとんど花材選びで7割方勝負が決まってしまいます。でこう後ろ側に花を入れるときはこう回して後ろにこう花を入れます。こうですね。そしたらまたここの間にスイートピーを入れていきます。そしてこの繰り返しをしていきます。でだんだんこうスイートピーでねこう形ができて丸くなってきました。そしたらここにこのサイネリアを入れていきます。サイネリアはこのレースフラワーと同じくらいの高さですねにこう入れていきます。そうするとこのレースの層が少しこう厚くなるというか、こう可愛さが増すんですね。さあその時にこのスイートピーの花を潰さないように気をつけて入れてください。こうですね、ここに入ってます。このように入れていきます。で後ろ側はやはり回して入れていきます。そしたらここにまた少しスイートピーを裏側にも入れていきます。またここにドラセナの葉っぱを入れて、ただその時にこうスイートピーの花をねドラセナの葉っぱとかで潰さないように気をつけてください。このようにだいたいこうスイートピーとサイネリアとレースフラワーとドラセナでこう丸くね仕上がりました。こう丸く仕上がった時、上から見るとこんな感じで、横から見るとここはトップでこう丸くみんな四方にこう丸く落ち込んでいく感じですね。それがこう緩やかなラインで落ちていくようにするとこう可愛いんです。はい。そしたらこう最後にこの周りにグリーンを入れます。これをこの下側のこの辺りに全部入れていきます。はい、でこちら側がこうグリーンが入りました。そしたらこれを回して今度はここ
ここの部分ですねにグリーンを入れて、徐々に徐々にこう回しながらグリーンを入れて全体の底辺にグリーンを入れていきます。で行ってみます。はい、こちらでグリーンが一周このように入りました。上から見るとこんな感じです。こうまん丸くね、まん丸くふわふわに出来上がりました。まさにまさに綿飴です。はい、ではですね、こちら結束して正面から四角で見てみましょう。どうぞ。はい、こちらの花束いかがだったでしょうか。今日はちょっとね、実はアップライブとこの YouTube の同時中継っていうのをやってました。まあ、YouTube は皆さんにね、こう動画を編集してお見せしてる、この過程をアップライブで撮って皆さんに見せる、そういうのをやってみました。ちょっと今度ね、このライブを通じて、なんだろうな、ライブのレッスンっていうのを全国の皆さんと限定、例えば100人様とか50人様とかでやってみたいと思います。そうするとこう、サテライトシステム、昔のサテライトシステムかみたいな、遠くに離れて出ていても、例えば家財だけお送りしておいて、その時間にレッスンを始めるとかっていうことができると思います。はい、なんかそうするとね、こう質問とかもコメントでできたりするん でコメントでいただいた質問をその場で僕はこう話してお答えすることもできますので、なんかそういうのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、まあいろいろと考えてますので、ぜひね、またそういう機会がありましたらどしどしご応募ください。よろしくお願いいたします。では今日はね、こちらで花束を終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.